どうも、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。今回のゲストは君のための歯医者さんです。よろしくお願いします。はい、尾形です。鹿野です。君のための歯医者さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ、実は僕が娘が生まれて生後8ヶ月になるんですけれども、子供の歯についていろいろお聞きできればなと思って動画を撮らせてください。自分自身が結構子供の頃に虫歯ですごい悩んでて、まあ、よく歯医者さんも行ってたし、そう、銀歯もすごく多くて、そういう風になってほしくないなみたいな、自分の子供は自分みたいになってほしくないなと思ってて、で結構今奥さんとも話をしてて、唾が移らないようにとか、まあ、それこそまあ例えばチューキスしないようにとか、あとはそれこそこう食べ移しみたいな、例えば自分で温度確認してやるとか、そういうのもちょっとやめようみたいなことを気をつけてるんですけど、そういうのって将来の虫歯だったりとかになんか効果ってあるんですか？一応食べ移しとか食器の共有は、はい、昔はダメって言われてたんですけど、今は根拠はないって言われてます。あ、へー。なのでどちらかというと気にしすぎてスキンシップをしない方が問題なので、はいはい、そこまで神経質になる必要はないです。同じ食器とかでも別にいいってことですか？全然大丈夫です。大人と子供も、はいはい、詳しい理由はあるんですけど、ちょっと長くなってしまうので、はい、はい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 、動画を見ていただいて。あ、そうですね、金石川さんの動画でもそれは話されてるっていう、はい、なるほど。例えば唾液が移って虫歯になるみたいな、その自分の虫歯菌が移るみたいなっていうことではないんですか？もともと赤ちゃん持ってはいないので移りはするんですけど、はい、そのまま移ったからといってしっかり歯磨きだったりとか食生活とか気にしてたら虫歯にはなりづらい環境にすることができるので、はい、虫歯菌にそこまでこだわることは全くないです。逆に全く移らなかったら定着することもないんですか？そういう全く移らないことは不可能なしです。この距離でも映ります。え、唾液が通ったら入っていっちゃうんで、はい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 、映らないってことは絶対に無理。無理なんだ。はい、そうなんですよ。あんまりその過度にやっても意味ないってことですね。そうです。歯磨きをどんだけ頑張ってもダラダラ食べるとか、はいはいはい、大人だとコーラとかずっと飲んでる人いるじゃないですか。はい、いますね、たまにああいうのって虫歯菌に餌をずっと与え続けてる一緒なので、それをしない、ちゃんと時間を決めて、お子さんだったらおやつの時間で決めるだけでもかなり変わります。時間を決めるのと同時に、もう食べたら磨いてあげるっていうのが大人もそうなんですけど、1日3回2回とかって歯磨きの時間を決めるのではなくて、食べたら磨くっていうのを習慣にしてもらうといいと思います。あ、なるほど、わかりました。その歯磨きの話はもちろんそっちの方がいいんですけど、子育てってそう簡単じゃないと思うんですよ。めちゃくちゃ忙しいと思いますし、2人で協力できるんだったらいいんですけど、はい、お母さんだけだったりとかお父さんだけだったりとかして、うわーってなってて手につかないって時は、最悪食生活だけはしっかりしてほしいです。へー。歯磨きよりも食生活の方が虫歯の原因としてはランクが高いんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。しかも4歳までの、はい、口腔内の状況が大人になっても影響するって言われてるので、4歳まではちょっと頑張ってもらいたいですね。なるほど。特に4歳まではもう頑張ればいいっていう。4歳までは頑張ってほしい。その衝撃なのが、その歯磨きよりも食生活の方がより大事というか、なんか虫歯になる率が高くなっちゃうってことなんですね。そうなんですよ。なんか無理やりお子さん、やっぱり押さえつけてまで歯磨きした方がいいんですかって相談されたりするんですけれども、はい、それよりも食生活の方が実は大事。まあ、100% 完璧に歯磨きできるんだったら、うん、歯磨きの方がいいと思いますよ。はい、でも、はいはいはい、大人でもそうですけど、うん、子供嫌がったり動いたりする中で、うん、100% の菌を取り切れますかっていう、まあ、それは絶対無理ですね。なので食生活の方が、なるほど、虫歯になりやすい。なるほどなるほど。歯磨きの回数とかっていうのはどうした方がいいとかってあります？歯磨きの回数は、実は1日に1回よりも2回の方が少し良くて、2回と3回はそんなに変わりはないと言われています。それはそのもうデータっていうか、そういう研究みたいなのが、なんで海外とかで一般的には1日2回って言われてるんですけれども、もちろん先ほどお話ししたように、そのご飯を食べるために菌が酸を出して歯が溶けてしまうので、本当だったら食べたたびに歯磨きするのが一番いい。なるほどなるほど。もちろんそれがベストではあるけど、
もしできなくてもその、まあ、とりあえず2回やっとくのが一番良さそうということですね。あとは最近それこそ離乳食が始まってきて与えるようにしてるんですけれども、まあ、その離乳食とかについて何かまあ気をつけることだったりとか何かこういうのがあるよみたいなのってあります？固形食を大体食べるようになる敏感期が3歳って言われていて、それまでの大体2歳半までが勝負っていうふうに言われています。はいはいはい、その子が嫌がらないようにそれまで2歳半までにいろんなものをたくさん与えてあげる、触らせてあげたりとか、はいはいはい、自分でお口に持っていくようにしてあげるっていうのがとても大事って言われています。なるほど、じゃあ2歳半ぐらいまでにいろんなものを食べさせてあげた方が、はい、好き嫌いが減る。と言われてます。わかりました。はい、ちょっと気をつけるようにします。あと補足なんですけど、はいはい、さっきダラダラ食べが良くないって言ったんですけど、はいはい、ステファンカーブっていうものがあって、ステファンカーブ、はい、スケット外国人のカーブってことですか？違います違います。お口の中に食べ物が入ると、はい、お口の中が酸性になるんですよ。ほう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 。で唾液の力で戻るんですね。はいはいはい。でこの酸性になってる間が虫歯になりやすい。あ、へえ。歯が溶けてる時間なんですよ。はあはあ、食べる回数が多ければ多いほど酸性がこう増えるじゃないですか。はい、だからこれの時間を減らしたいんで、はいはい、1回できれば2回までにしたい。ダラダラだとずっとこうなっちゃうんですよ。はあはあはあ、ダラ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 。中性に戻らない。ずっと食べてる、ずっと食べてる。戻りたいけど食べてるってなっちゃうんで。戻してあげてほしい。そういうことか。それはプラークがあるから、そのゴミみたいな食べかすとかがあるから酸性になっちゃうっていうことなんですか？一応そうなんですけど、歯磨きをしても 100% プラークを取り切るのはなかなか、なかなか、そうかそうか。プロでもなかなか機械的にやらないと難しいので、ちょっとでも残ってるのに餌を与えると酸性が増えていっちゃうので、うんうん、そのところだけ虫歯にならないように酸性じゃなくて戻してあげる。はい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 、時間を作ってほしい。あ、なるほど。あ、めっちゃ分かりやすいっていうか勉強になりました。そっか、じゃあ結局やっぱりダラダラ食べてたら歯磨きとかしても、まあ、意味なくはないけど結局酸性の時に増えちゃうんですね。原因を排除できてないって感じです。結局虫歯の原因っていうのはその酸性で、その虫歯菌みたいなのが酸性の方が活動しやすいみたいなっていうことなんですか？虫歯菌が糖を栄養にして酸を出す。あ、そういうことか。それで酸が、マジでわかんない。本当に本当に。いや本当さっきの動画でも言ったけど、医学部と歯学部って多分これぐらい違うんかもしれない。結構違う。そうですね、うん。お医者さんでもしかしたら詳しい人もいるかもしれないけど、多分普通の医者って多分こんなレベルだと思うんで、多分これぐらい多分歯のこと知らないんで、やっぱりだからこう見分けとく重要性みたいなのあるかもしれないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今のことを気をつけて、まあ、自分の娘と接するようにしたいと思います。はい、もちろんご自身も。はい。はい、あ、そうですね。ダラダラ食べ、良くないんで。そうですね、はい。めちゃくちゃお菓子食べちゃう。気をつけてください。はい、気をつけるようにします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、キミシカさんの方でもいろんな動画、あのコラボの動画載せてますので、そちらの方もぜひチェックしてください。はい、よろしくお願いします。ということで、この動画が良ければ高評価をお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュッ。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。